1950年代から1970年代にかけて、独特のデザインと当時としては優れた燃費性能で知られていたスバル360。現在、電気自動車、EV のトレンドが加速する中で、このクラシックな車が電気自動車として復活するという噂が、車愛好家やクラシックカーのファンの間で話題となっています。技術の進歩と環境に優しい電気自動車への需要の高まりに伴い、多くの自動車メーカーがかつての名車を EV として蘇らせることを検討しています。スバル360もその有力な候補の一つです。そのコンパクトなサイズと空力に優れたデザインは、電気自動車のプラットフォームとして理想的な基盤となる可能性があります。もしスバルがスバル360を電気自動車として再生することを決定した場合、特に駆動系に大きな変更が加えられるでしょう。元の小型にサイクルエンジンは、環境に優しい電気モーターに置き換えられ、さらにリチウムイオンバッテリーが搭載され、現代の電気自動車に匹敵する走行距離と性能が提供されるでしょう。噂によると、もしスバルが本当に電気版スバル360を発売するなら、その多くのクラシックなデザインが維持される可能性が高いとされています。楕円形の特徴的な形状、大きな丸型ヘッドライト、そしてコンパクトなサイズといった特徴はそのままに、LED ライトやタッチスクリーンディスプレイ、安全技術などの現代的な機能が追加されるでしょう。パフォーマンス面では、スバル360の電気自動車版は主に都市部の利用をターゲットにしており、日常の使用に十分な走行距離が見込まれます。軽量でコンパクトなため、俊敏な加速と高いエネルギー効率が期待され、都市の交通が混雑した道路に適した車となるでしょう。スバル360の電気自動車版が非常に魅力的なアイデアである一方で、いくつかの課題もあります。まず、電気自動車の生産コストは通常の車に比べて高く、特に360のようなコンパクトカーではその影響が大きいかもしれません。また、現在の電気自動車市場は非常に競争が激しいため、スバルは独自の魅力を提供する必要があります。しかし、その一方で大きなチャンスもあります。クラシックカーを愛する人々や、スタイリッシュで小型の電気自動車を求める若者にとって、スバル360の電気版は大きな関心を引くでしょう。ノスタルジーと現代技術の融合が成功すれば、スバルにとってこの車は非常に重要な存在となるかもしれません。